ワイルズやるよ。今逆にこのモンハンやってワイルズやらないやつおる？モンハンさ、次のさやつは多分サンブレイクとかですごい便利なものを、なんか犬だっけ、なんか乗ったりさ、ピューンって飛べたりさ、いっぱい便利なものあったからさ、やっぱり今やるとワールドが歩くの大変ってなるから、きっと次のやつはめっちゃ便利なはず。便利で映像が綺麗ですごいことになるはず。いいとこ取りがいっぱいになるはず。ムササビに乗ってた？移動ね、やっぱりこれ結構ストレスだからね。昔のモンハンね。でもさ、まださ、YouTube さ、テカジーとかさ、動画上げてる人がね、YouTube たまに出てくるんだよね。もう、大好きすぎやろ。え、これ何年前だろうって見ると、何日前とか何週間前とか、何ヶ月前で、え？最近やっとるやん。何年前じゃねえ。そんな人たちはほんと、すげえよ。この便利さを知ってしまったら、なかなかむずいです。あ、もう DS できないんだ。常に防犯持ち。さすがにプレステのコントローラー防犯持ちしないよね。理不尽防犯できない気がしない。それは、そう。小型モンスターですら強かった。でも多分新作はさ、また新しいモンスターが。ね、永遠に、緑のダイソーの名前忘れちゃった。山つかみだ。山つかみ、いつもさ、次の追加モンスターは山つかみだろう、山つかみだろうで山つかみ来ないってことは、完全に山つかみ言える気ないってあなたは思っているんだ。こんなにも望まれし山つかみが入らないってことは、もう多分絶対来ないわ。あれはもうネタ枠だから山つかみ進化するんだけど、ダメなんで山つかみあれで終わりだと思うなよ。だってもうモンハンはさ、進化して脱皮するぐらいのさ、足が生えるやもしれん。山つかみ希少種。